今日はイディオムを確認していきたいと思います。えー、ま熟語慣用句ということでね、まあ2つ以上の単語が並ぶことでまあ特殊な意味になったりしてですね、まあ、意味が分かりにくいっていうのがあると思うんですね。ただまあイディオムをひたすら覚えるのならばですね、まあ、熟語の本を買ってきてですね、マした方がま効率的かなというふうにも思われますけどもね、まあ、丸覚えですとまあ忘れてしまったり覚えられないということもあるのでね、えー、まもったいぶって調べてみるのもまあいいのかなというふうに思われます。 材料はです、ね、BBC ランニング・イングリッシュの「The English We Speak」という番組があるんですけども、まあ、そこで使われているフレーズ・イディオムをです、ね、ピックアップして確認していきたいと思います。えー、BBC ランニング・イングリッシュのいいところはです、ねまあ、無料で分かりやすく手軽だというのがあると思うんですけどもねあえて悪いところを挙げるとですね、まあ、余計な会話退屈印象が薄いといって、まあ、結局よく覚えられないんじゃないかというのがあると思うんですね。ですのでまあイディオムだけをですねピックアップして オリジナルで解説をしていきたいなというふうに思いますまあ、会話がない分ですね効率的に進んでいくかなというふうにも思われます、えー、まあ時間があればですね両方見ていただければ、えー、印象が強まると思いますので、えー、時間のある方はですね両方ご覧いただきたいと思います Proof is in the pudding 見ていきましょう Proof is in the pudding 直訳しますとまあ証拠はプディンの中にという感じですかね キャンブリッジ・ディクショナリーで見ますと、The p r o o f of the pudding is in the eating って今もともと言っていたということなんですけども、said the mean to that you can only judge the quality of something after you have tried, used or experienced it ということで、まあ、試したり使ったり、まあ、経験した後にだけ、まあ、何かの品質、良しよしが判断できますよということですね。 ロフィズ・エンド・プディンの役としてはですね一般的には論より証拠とか物は試すといった感じでね訳されたりすると思うんですけどもこれ英文からのイメージとしてはね正解を知りたいならばプディンを食えといったような感じですねイギリスですとねプディンっていうのを結構いろんな料理に使われたりデザートの意味合いで使ったりするときもありますけどねカスタード・プディンいわゆるプリンですねアメリカとフランって言ったりしますけどねあとブレードン・バトル・プディン えーまあ、パンプディンですね、まあ、ちょっとフレンチトーストに近い感じで、まあ、レーズン乗っけてるような、まあ、パンというかケーキというかこんな感じのものもあったりですねあとまあヨークショープディンっていって、まあ、ローストビーフの付け合わせにつく軽いパンがあったりですねブラックプディンっていって、まあ、豚の血脂身オートミール香辛料なんか混ぜてたですねブラッドソーセージ、まあ、ソーセージですけどねプディンという言い方をしたりしますね。 プディンですけどもね、まあ、イギリスですとまあデザートのこと言ったり、まあ、焼いたケーキ類とか結構広い意味で「プディン」って単語が使われますけどね、まあ、アメリカですとまあジェローとかスナックパックのまあカップに入ったりもしくはまあ粉を牛乳で溶いてですね、まあ、冷蔵庫で冷やしたみたいなこのペースト状のですね、まあ、バニラクリームチョコクリームみたいなのがですね、プディンという言い方をしてですねイギリスアメリカだとちょっとこうプディンのイメージが違ったりしますね。 Is in the アメリカ人も使いますけどねただアメリカでいうとこのプディンですとね、まあ、食べなくても分かるんだろうって感じもあってですね、まあ、アメリカ人にしてもまあおよそイギリスのプディンのことと言っていんだろうという意識はありますね、まあ、プディンもですね中世では腸詰めのことを言っていたんですね、まあ、豚とか羊の肉を使ってですね腸、まあ、にいろんなものを詰めてですね、まあ、出来上がったソーセージではあるんですけどもね実際それがどんな動物の部位を使ったのか分からないと、まあ、そこから出てきた言い回しではないかというふうに言われております。 プロフィゼンダ pudding のま役ですけどね、論より証拠っていう役はまあちょっと適してんのかなというのはちょっと疑問に思う感じがするんですよね。論より証拠の意味はですね、口先で議論を重ねるよりも証拠を出した方が物事がはっきりしますよということですね。これはあの江戸色カルタの一つにもなっていてですね、論より証拠藁人形というのがカルタの言い回しとしては正しいらしいですね。 これはの芝居ネタでまあ江戸時代からあるまあお話なんでしょうけれどもね側室がですね性質を呪っていたということでねでそれを隠してはいるんだけどもまあ五寸釘を打った藁人形がこう出てきてですね えー、即が観念をすするというですねここにわら人形があるじゃねえかみたいな感じですけどねこれも今の刑法ですとね、あのー、わら人形で人を殺せないんで、まあ、不能犯ということで、まあ、無罪にはなるんでしょうけどね、まあ、江戸時代はどうなんですかね、まあ、芝居ネタということなんでね、まあ、半分笑い話なのかもしれませんけどもねはいま論より証拠とプロフィゼン・ダ・プディンの比較ですけどもね、まあ、共通点としては正解結論にたどり着くということなんですけれども。 相違点としましては論より証拠って言ってますかね。論、少なくとも語りが必要だとは思うんですよね。まあ喋るよりは現物だよとものだよということですけどもね。まあプローフズイズインダプリンの方はですね、ためらってる人をこう促す感じ、まやってみなさいよというような感じだと思うんですよね。 訳もです、ねまあ、論より証拠というよりは「物は試し」という意味合いで使う方がです、ね、自然かなという感じがするんですね、まあ、ためらっている人にです、ね、促す感じで,です、ねまあ、やってみろよと「プロフィーゼンド・プデン」という感じがです、ね、自然かなというふうに思われますまあイデオもいろいろありますけどもね、えー、まあニュアンスを意識しながら使い分けましょうフログマーチ・マッチ見ていきましょう マーチだけですと、まあ、軍隊の行進とか人の行進を意味しますけれどもねフラグマーチ直訳しますとカエルのマーチですねカエルのマーチコアラのマーチっていうお菓子ありますけどね昔はなんかあのコアラもマーチングバンド風の絵柄だったらしいんですけどね今はほとんど見ないですよね、まあ、マーチどこ行ったんだって感じがありますけどねケンブリッジ・ディクショナリーで確認しますと To to force someone who is willing to move forward, is willing By holding the まあ、前に住みたくない人の腕をまあ後ろにつかんでまあ強制的に前へ動かしていくということですね。まあ、分かりやすく言うとまあもともとです、ねまあ、元々は捕虜をうつ伏せにして4人で手足を持って運んだんだ,んだけれどもその運ぶ様子が 手足を広げたカエルを想起させるということでフログマーチというようになったらしいですね。フログマーチですね。Foot for thought 見てみましょう。Foot for thought まあ直訳しますと思考のための食べ物ということですね。キンブリッジディクショナリで確認しますと something worth thinking seriously about ということで、まあ、真剣に考えることのまあ価値のある何かだということなんですけどね、まあ、思考の過程考えるべきこと判断材料に対して food for thought という言葉が使われますね、まあ、例えば就職する際の food for thought ということになりますと、ね、判断材料としては やはり仕事の内容、まあ、自分に合う仕事なのかどうかとかですね、まあ、給料が多いのか少ないのか、まあ、業界的に将来性どうだろうかとかですね、まあ、上司に怖い人いないかとかバラがないかとか、まあ、そういった情報がですね Food for Thought に当たりますね、まあ、例文としまして Thank you for your suggestion it gave us a lot of food for thought ということで、まあ、提案をありがとうとたくさん考える材料を与えてくれました But up 見ていきましょう But up

ですけどねまあ、バターはバターを塗るという他にもです、ねまあ、これだけでおせじを言うという意味になるわけですね。Lay on the butter まあ、これもバターを塗るんですけどもやたらに褒めるおせじを言うという意味にも使われます、まあ。パンにバターを塗るという時もこのスプレッドという単語をよく使いますね。スプレッドバ e ー d ンブレッド。スプレッドブレッドウ b u ドバ e ーということで、まあ、単に広げるという意味の他に、まあ、こう平たく塗るということで、まあ、パンにバターを塗る時もスプレッドという単語が使われます。 まあ、バトルアップの、まあ、イメージですけどもね。まあ、パンにバター塗っておいしくするというような感じで。まあ、もってよいしょする。まあ、お世辞を言うという感じですね。まあ、バトルアップという言葉が、まあ、ヒンズー教から来てんじゃないかという説もあってですね。えー、平和と収穫を願って、神にギーボールを投げたという。神さんにボール投げちゃうんですかね。ギーボールズのこのギーっていうのは、まあ、あの、加熱ろ過したバターで。まあ、このバターに、まあ、豆の粉とか香辛料、砂糖なんか混ぜたですね。 まんじゅうというかお菓子みたいなもんですね。まあ、ここから来てんじゃないかという説もあります。s o a k up。これもバラアップとまあ同じような感じですね。You don't need to s o a k up like this. まあそんなお弁ゃら必要ないよという感じですね。それではまたお会いしましょう。See you next time!